10년만 더 지켜봐 주십시오. 꼭 좋은 배우가 되어있겠습니다. 감사합니다. 明快的な 演技力。 彼が泣けば視聴率が上がる。唯一無二のビジュアル。愛される性格。涙の女王で主演を務めた今最もホットな俳優であり、世界的韓流スター、キムスヒョン様。今日は現在のキムスヒョンを作り上げてきた奇跡のような奇跡を徹底紹介いたします。まずは細かいプロフィールから。1988年2月16日生まれ、現在36歳。出身はソウルのカンナム。家族はお母様、そして歌手のお父様。しかし幼い頃に離婚したため、母親と二人で暮らします。身長180センチ。世界に 1% しかいないという AB 型で左利き。小学生の時、スヒョンという女性らしい名前を不満に思い、自らをスメンと名乗り、当時の友人たちからは現在もスメンと呼ばれています。ちなみに、涙の女王で共演したパクソンヒンさんもスメン。爪にが中学生の頃から心臓が良くなく、2010年に手術を受けています。このために、軍隊に入隊する時の身体検査では、大腿腹部判定を受けたものの、体調管理をし直して再検査。その結果、現役判定を受けて現役入隊。危険性が高い第一師団捜索大隊に志願した上に、ここでは特急戦士にも選ばれる活躍ぶりを見せました。心臓病もあってか、もともと内向的だった一人息子を心配したお母様が、高校1年生の時に弁論か演技をするよう、進めます。そこで演技を選択したスヒョン様は演技学院に通い始めることに。これが演技活動の始まりでした。その後四世大学演劇サークルに所属している学生と仲良くなったことをきっかけに、スヒョン様もそこで一緒に演技練習。高校1年生が大学生と共に参加するのは学生連合の許可が必要で、誘ってくれた学生が粘り強く交渉してくれたといいます。そしてあまりにも演技にのめり込んだ結果、学生会館で生活してしまうほどでした。その後演技を本格的に学びたいという思いから、賛同の末に数々のスターを生み出した中央大学演劇映画学科に入学。この時すでにデビュー済みであったものの、学校行事にも頻繁に参加し、授業もよく通っていたと証言されています。趣味は登山、ボーリング、スキー、自転車、ボクシング、歌など。スター俳優ということもあり、彼のプライベートを撮ろうというパパラッチがいたそうですが、パパラッチがお手上げになるほどボーリングする姿しか捉えられなかったという逸話があります。ボーリングの腕前がプロ級なのは有名な話。所属事務所はもともとキムスヒョン様一人でしたが、現在はチェ・ヒョルク様、ソル・イナ様らも所属するゴールドメダリスト。ここからは俳優としてスターになるまでの道のりを見ていきましょう。デビューしたのは20歳の時、2007年の MBC シットコムドラマ、キムチチーズスマイルの大学水泳部員役。一緒に練習した四世大学の学生とオーディションを受けに行った場で、彼の髪型を見たプロデューサーがキャスティング。しかし、この時、スヒョン様は長い時間準備していた演劇の公演があり、演劇かテレビドラマかの分かれ道で悩みます。また、演劇とシットコムドラマでは演技の違いがあり大変でしたが、急速に演技力が安定し、分量がどんどん増えて、必然的にドラマの道へ。演劇を一緒にやる予定だった部員たちに申し訳ない気持ちでたくさん泣いたと言います。ですが、この当時の彼を良い印象で見た作家の一人がパク・ヘリョン作家。この時の縁がドリームハイまで続くことになります。翌年、単幕ドラマの KBS 青少年ドラマで初めて主演を務めます。しかし、制作発表会が終了した後、作家とプロデューサーに申し訳ない、監督と多くの会話を交わして撮影に臨んだ。監督が要求したことをその時は全て自分が理解したと思った。でも今映像を見たらそうではなかったようだと繰り返し謝罪し涙を見せました。自分自身に過酷な課題を突きつける新人俳優の姿は記者からも少し注目を浴び、自ら恥ずかしいと称した演技は皮肉にも「クリスマスに雪は降るの」にキャスティングされるきっかけとなりました。2009年 SBS ドラマ「クリスマスに雪は降るの」のチャ・ガンジン役で本格的に注目を浴び始めます。業界関係者たちにも強烈な印象を残しました。2010年 SBS 大河ドラマ「ジャイアント」に出演。クリスマスに雪は降るので受けた注目と期待を確固たるものにした本作。ドラマ内で狂ったようにサンドバッグを叩く場面があり、血が流れるシーンがありますが、この時の血はキムスヒョン様本人の血だったと言います。キムスヒョンは大成するだろうと予感した。ジャイアントの監督と撮影監督は10年以内にまた一緒に作品を撮ろうと話し、実際に撮影監督とは星から来たあなたで再会しています。2011年 KBS ドラマ
ドラマドリームハイにて子役でもなく単幕でもない初のドラマ主演。この時のキャスティングは彼を除いた出演者たちが全員アイドル出身だったために視聴者たちは大変懐疑的でした。しかし結果的にこの作品が一気に彼を次世代スターとしての地位を固めることになりました。ちなみにこの撮影のために3ヶ月間 JYP エンターテインメントで実際に練習生生活を過ごし過酷なトレーニングを受けたといいます。この時の指導、そしてお父様が歌手ということもあってかこれまでたくさんの OST にも参加しており、その実力は折り紙付き。2012年 MBC ドラマ太陽を抱く月にて初めての時代劇に挑戦。政治的カリスマと初恋に向けた哀れな純情を同時に持つ両面的キャラクターを完璧に昇華。視聴率 40% を超え名実ともにトップスターへと駆け上がります。この時まだなんと25歳。そしてこのドラマでの演技によりデクサン芸術大賞にて最優秀演技賞を受賞。当時一緒にノミネートされていたのはベテラン俳優だったハン・ソッキュ様、リン・ハギュン様、ジャ・スンウン様などそうそうたる顔ぶれ。そのため話題性や演技はもちろん十分ではあったものの、この年の受賞は議論を呼びました。スヒョン様本人も心から感謝していますが心から恥ずかしくもありますとコメント。ここから10年以上が経過した今、世界中の視聴者たちからデクサンにて最優秀演技賞受賞を懇願される俳優になるとは誰が想像したことでしょう。同年泥棒たちで映画デビューすると、翌年の2013年シークレットミッションで主演映画、公開1週間も経たずに観客数300万人を突破。近所の愚か者と北朝鮮のスパイ鬼を行き来する多彩な演技とスター性が改めて確認されます。同年 SBS ドラマ星から来たあなたでまたしても記録的大ヒット。400年前に宇宙から来た宇宙人と民衆役を演じシンドロームを巻き起こしました。また宇宙人を演じるために大学では宇宙の理解を受講申請。講義室に入った学生たちはなぜ演劇学科のキムスヒョンがここにいるのかと不思議だったといいます。2015年 KBS ドラマプロデューサーで新人 PD 役として出演。大ヒットを果たした星から来たあなたの月にこれを選んだ理由は何なのかと意見が分かれていた当時、本人は力を抜く演技に対する挑戦、自分自身を手放せる姿を見せたかったと言及。その言葉通り天然であちこち突っ込まれることが多い勉強だけが得意な役を演じました。ドラマは視聴率 17.7% を記録し、結果的に大成功を収めます。2017年、4年ぶりに映画復帰したリアル。しかし、この作品はうまくいかず、映画の内容や演出には酷評がなされました。この作品を20代最後の演技活動とし、軍隊へ入隊します。2019年、軍隊を除隊後、ホテルデルーナ、愛の不時着にて仮面を出演し話題に。2020年、TBN ドラマ、最古だけど大丈夫にて復帰。5年ぶりのキムスヒョンドラマという事実だけで、上半期最高の期待作だった本作は会長のスタートを切ったものの、大衆的ではなかった素材の限界、ネットフリックス放映なので視聴率面では物足りなさを残します。しかし非常に高い話題性と海外成績を見れば視聴率は気にしなくても良いくらいの好評を受けています。2021年、クーパンプレイオリジナルドラマある日真実のベールにて初の OTT 作品に出演。5番で殺人容疑者となるキムヒョンス役を演じ、悔しさと極限に追い込まれて経験する心理変化を表現。新規加入者増加と利用者数90万増加という良い成績を残しました。そして現在もう一度迎えた全盛期、2024年3月より放送された涙の女王にて財閥3世のホンヘインと結婚した弁護士でヨンドリの村長の息子ペクヒョンの役を熱演。 TBN 歴代視聴率1位を達成。ペクさん芸術大賞にて最優秀演技賞にノミネート、人気賞を獲得しました。最後にドラマのご紹介。どれもヒットしているので皆さんすでにご存知かもしれませんが、それでもあえてご紹介したいのがこちらの2作。太陽を抱く月。スジャ・イフォンと聡明な少女ホ・ユヌ、二人は運命に導かれるように恋に落ちます。しかし朝廷の権力争いの陰謀によって婚礼を目前にユヌは原因不明の病気にかかり命を落としてしまうのでした。孤独になった王フォンの目の前に現れたのは記憶のないミコ。切なすぎる愛の時代劇、子役時代のシーンがしっかりと描かれてスタートする本作。恋に落ちるも婚姻前に亡くなった少女ユヌを忘れるまま孤独に朝廷で権力争いを繰り広げていくフォン。本の目の前に現れたのがヨヌそっくりのミコでした。このミコの正体を知った時のキムスヒョン様の演技は伝説です。当時20代の俳優が王様役を演じるのは一般的ではありませんでしたが、既存の王様イメージとは異なった姿を見せたことで時代劇で最もセクシーな王と言われています。またヨヌ以外の女性に対する冷たい態度も見どころ。時代劇が苦手な人でも難しくなくすぐに没入できる世界観、とにかくこれだけは見てほしいという一作です。最古だけど大丈夫。
精神病棟で働くムンガンテは自閉症スペクトラムを持つ兄と二人暮らし、人生に希望を持てず淡々と毎日を過ごしていたある日、サイコパスのような童話作家コムニョンに気に入られてしまいます。自分の人生を生きることを諦めたガンテと愛を知らないコムニョンが紡いでいく異色のヒーリングロマンス。死ぬまで兄さんのそばにいて世話してね、母さんはそのためにあなたを産んだの。幼い頃に自分の中に植え付けられた自分の存在意義を忠実に守ってきたガンテ、でも本当は自分も母親に愛されたいと願ってきたはず。そんな二面性のある難しいキャラクターをまたしても完璧に消化。コムニョンと出会い、徐々に愛を知ることで持っている傷と向き合い、自身の感情に素直になっていく変化の演技は圧巻です。またソイエジ様、そして自閉症の演技をしたオジョンセ様の演技も絶賛されています。ブラックユーモアに富んだ不思議な世界観の本作、この作品で彼を好きにならない人はいないと思います。2作だけ紹介しますと言いつつ、宇宙人役を演じた星から来たあなたも、天然で抜けてるプロデューサーも、バカなふりして実は超優秀な北朝鮮スパイなシークレットミッションも、アイドルたちと遜色ないステージを見せたドリームハイも、平凡な大学生が一夜にして殺人犯になるある日も、全部全部間違いなくおすすめですが、動画が終わらなくなってしまうのでここまでにしておきます。そして先日最終回を迎えた涙の女王、ここでの活躍はもう言及するまでもありません。共演者たちからは彼の現場の雰囲気作りや演技など絶賛の声が止みません。これは2010年 SBS 演技大賞にてスピーチした時のコメントです。10년만더지켜봐주십시오꼭좋은배우가되어있겠습니다감사합니다。このコメントから10年経たず世界的なスターとなったキムスヒョン様、14年経った現在ではファンだけではなく多くの俳優たちからも憧れの存在となっています。ドラマがヒットして人気になればなるほど背負うものも大きくなってくるはずですが、どうかあまり周りの声を気にすることなく好きな演技を続けていってくれることを願います。